一条天皇は日本の第六十六代天皇、忌み川海人、遠友天皇の第一王子。母は藤原金家の娘、紳士。兄弟姉妹はない。前帝花山天皇と次帝三条天皇はいとこにあたる。帝子、秋子と結婚。栄冠2年8月27日、花山天皇が皇位を継いだとき、皇太子に建てられる。 カン2年6月23日、花山天皇が大理を抜け出して出家したため、数え年7歳で即位した。これは、孫の早期即位を狙った、喧嘩の陰謀と言われる。皇太子にはいとこにあたる伊佐田新郎を立て、摂政に藤原か家が就任した。喧嘩の死後は、長男の道高が引き続き外籍として、関白を務め、一条天皇の皇后に、娘の亭子を入れ、 中宮の合させるが、長徳元年に病没。代わりに、弟の道兼が、関白に就任するが、わずか7日後に没し道隆の子コレチカとの争いに勝利した道高、道隆道兼の弟道長が、姉で天皇の聖母、戦士の推挙を受け、内乱となって、実権を掌握した。道長は先に中宮の合していた帝子を、皇后宮と合し 娘の秋子も皇后に立てて、中宮の号させることで、一帝二皇の先礼を開いた。一条天皇の時代は、道高、道長兄弟の下で、藤原氏の県政が再生に達し、皇后帝子に使える清少納言、中宮秋子に使える紫式部、泉式部らによって、平安女流文学が花開いた。天皇自身、文芸に深い関心を示し、 本朝文髄などに主文を残している。音楽にも堪能で、笛を良くしたという。また、人柄は大間で、広角だったといい、多くの人に慕われた。また道長が内乱に止まったのは、当時閣議に出られない決まりがあった。摂政、関白よりも内乱を兼ねたまま一条として、実権を掌握しようとしたためと見られるが、天皇自身も長ずるにつれ、祖,祖父の醍醐天皇、 祖父の村上天皇のような神聖を志したとされる。道長も天皇と協調し、これにより、後に大江正房が俗本庁大上伝で藤原佐根助や藤原光勢等の有能な人材を排出したと称えたほど優位な政治体制が確立した。その一方で、区間賞には天皇法御後、道長、秋子は、 天皇の遺品の整理中に一通の手紙を発見し、その中には、三巧妙な乱と星子、重雲を、福秘手大聖暮らしと書かれていて、これを道長一族の性王によって、国は乱れているという意味に介した道長はその文を焼き捨てたという一件がある。似たような話が、同時期の古事談にも記載され、晩年に、帝氏が生んだ厚安神皇を時期東宮に臨みながら、 これを道長に阻まれたことが、元気に記されている。このことから、天皇と道長、秋子の関係が、決して良好ではなかったと見る説もある。大変な愛病家であり、愛病に、病部の弟と,と名付け声の理解を与えていたことが、枕の創始、正雨期に記述されている。かねてより上位の遺構道長に伝えていたが、移留されるうちに、観光8年5月末頃には、 病が重くなり、同年6月13日に、皇太子、伊佐が神道に上位し、大乗天皇となり、19日に出家するもの、の、その3日後の22日に崩御する。三三十二、7月8日夜に仮装されたという。時世の歌は、炉の実の草の宿りに、君を起きて、ゴミをいで乗ることをこそ思え。ただし、今気では、ことぞ、悲しきとなっている。蝶徳、 観光年間に日記をつけていたことが分かっている。長徳漁期は平安末期にはすでに失われ、観光漁期は大江の頃まで伝存が知られる。その後、中世の戦乱に紛れて算出したと思われ、北山省柱市省県無年中行事、大元章などに一文が残るのみである。在中の里代理の名章により、一条院と追放された。放魚後しばらくは、 大宮院とも呼ばれていた。明治以後、院の追放は廃止され、一条天皇となる。領は、宮内庁により、京都府京都市右京区両安寺主山の両安寺内に、ある円融寺北領に事情されている。宮内庁上の形式は延休。天皇は生前、父、園遊院の隣に土葬されることを望み、謹慎の熟知するところであったが、 道長はコインをダビに付してからそのことを思い出し、遺骨を円融寺に収めたという6月16日夜。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。